俺一番こう不安だったところはね、代表ではやっぱキーパーなんですよ。飛び抜けたやつは、ね、おらんかも。楽しみにしてるってやつ行ったりしたら裏の方、ケールの方でかいんだ。今後は奈良さん、どういう感じにこうサッカーに関わるっていうの。ゆくゆくは、フーリオ監督をしっかり迎え入れれるように。いやいや、俺を困らさないでくださいよ。へへへ、日本の皆さん、元気でしょうか。今日は嬉しいゲストが来ております。本当はね、生で会いたいんですけどね、ちょっと遠くにいるんで。まあブラジルぐらいは遠くはないですけどね。東京と、名古屋の人です。我が親父、奈良さんです。奈良さん、よろしくお願いします。はい。ヘイヘイヘイってなんだよお前。ヘイヘイヘイ、ミュージックチャンプじゃねえかよそれお前。あー、ごめんなさい、あのそういうつもりじゃなかったですけどね。一番パッと来たのがヘイヘイヘイでしたね。奈良さん、お久しぶりです。お久しぶりです。まずは元気ですかね。元気、元気よ。なんか髪型ちょっと思ったよりちょっとなんかちょっと気持ち悪いですね。髪型はずっと変わってないよ。いや、ちょっとあの最後に会った時より横がちょっと切りすぎじゃないかなと。あ、そう。なんかちょっと変わってますね。痩せてるんじゃないですか。痩せてるね。なんかちょっと気持ち悪いくらい痩せてますよね。お前の、お前太っとるよね。あ、ちょっと4キロぐらい上がりましたね。やばいやばい、0.1 トンやね。0.1 トン、あと5キロぐらいですね。ですね、まあ、あの、何喋ろうかなっていうのがあったんですが、まあ、単純に、ね、いろいろ考えた結果、やっぱり、あの、世間話をね、奈良さんとしたいと。いつも、酒飲んでる時と一緒な感じで、いろいろね、サッカーもそうですしね、今後のね、奈良さんのやっていくこともそうですしね、現状態のね、仕事とかもそうですし、まあね、いろいろね、このコロナ禍ね、いろいろある中で、いろんな難しいことあるかと思いますが、どうかよろしくお願いしますね。はい、ぜひともお願いします。なんかね、会話にならねえんじゃないかな、ちょっと心配してるんですけどね。会話なんでしょう。いや、いつもね、インタビューされる側としては慣れてるんですけどね、こうやって自分から発信していくっていうのはちょっと難しいんかなと。まあ改めて奈良さんということで、少し気楽にはできるんじゃないかなと。なんか気持ち悪いなお前。なんか嫌っすよね。なんか敬語ちゃんと使ってるのもちょっと気持ち悪いぐらい。もう、ええわ。普通でええわ。はい。まあ奈良さんともう1年半ぐらいですかね。1年半ちょいぐらい会ってないんですけど、まあ俺が去っていって、奈良さんがね、何をやってるかちょっとね気になってるんですけど、今の状況っていう、今のやってることをちょっと教えていいですかね。今はだからあれよ、アカデミーよ。アカデミー、育成のとこで教えてる。何歳までですか。全体なんだけど、はい、基本的にはユースよ。高校生。あ、高校生ですか。高校生のキーパーを教えてる。あ、キーパーだけですか。うん。え、フィールド全く口出してない。いや、まあ一応キーパーコーチやから口は出すよ。うん、そうですよね。俺があのセンターバックやってた頃めちゃ口出してたじゃん。これに。それはコーチやから口出す。いや、キーパーでさ、フィールドのこと分かってんのかなってずっと口出してたんですか俺に。それでめちゃくちゃ喧嘩になってたんですよ。一応サッカー人やから知ってる。知ってる。で、それをね、なんか高校で推薦みたいに引っ張ってユースに、で上には上げさせたりとかはしてるんですか。そうそうそう、トップに上げる人材を作って、まあ、上がっていけばいいっていう。まあだからマヤとかいるじゃん。ああ、はい、ああいう選手を育成する組織だから。いい例出してるね、マヤとか。こういう感じでいろいろいろんなところで使ってるでしょ、そういうパターンはね。マヤを出せばなんとかなって。マヤしか出せないんだよね。マヤと菅原言うて、こんだけ何十年もやってなかなか名前が分かりやすい名前が出てこへんのがあかんよね。まあちょっと心配ですね、そういう意味ではね。やっぱり何十年もやって少なくともね15人20人ぐらい出さなきゃいけない。
まあ年考えたら一人ぐらい上がってほしいですよね。活躍してほしいですよね。まあ、いろんなチームで活躍してるやつはいっぱいいるけど、はい、でもまあ代表クラスってのはやっぱなかなか難しいね。出てこないですか。キーパーはどうですか。キーパーもまあまあいるよ。去年も上がったし、去年というか今年かで、去年も上が連続でトップチームに上がってるよ。今奈良さんのこう指導してる今高校生いるんじゃないですか、ユースの、うん、ちょっとこいつは目処がつくんじゃないかなっていうのは今のところありますか。このまあ3年まででしょ、1年2年3年じゃないですか見てるのが。これは正直ですよ、ここでかかってるんですよ、奈良さんがあのキーパーを見る目あるかないかっていうのね。まあ上手ければいいってわけじゃないし、はい、体もまあそれなりにやっぱり動けたりとかさ、はい、でかくないとなかなか今は難しいから、はい、そんなね簡単じゃないのよ。奈良さんね、こう見ると一番こうね注目するのは何ですか。でかさとか幅とか。ちゃんと動くか動けるか。でも多少はこれくらいあってほしいなっていうのあるんじゃないですか。でかさも必要だよ。必要ですか。もう180ぐらい超えたらもういいっていう感じですか。80やっぱり5は欲しいね。欲しいですか。奈良さんないじゃないですか。俺5や。嘘でしょ。ほんまや。俺の方がでかいって。俺も5やもん。俺の方がでっかいって絶対。いやそれなの測ったら奈良さん3、4ぐらいじゃない。いや5や。たまに6の時もあるもん。いや絶対嘘つけ。やるかな奈良さん。俺で5ですよ。俺よりちょっとちっちゃいと思うんすもん。まあそれはええやん。でも5ぐらいは欲しいっすか。5は欲しいかな。まあ、別にそれより下でもいいけどね、はあ、なんか大きな武器があれば、ね、まあでもさ今悪いけどね、俺一番こう不安だところはね、代表ではやっぱキーパーなんですよ。よ見てるとね、もう全然こうこいつだってみんなこうね、手上げられるぐらいのキーパーっていうのいないなっていうのが今感じてるんですけど、これは奈良さんどうかなっていうのがちょっと聞きたかったですね。これっていうのはだからあれでしょ、まあ、未だにやっぱりエイジが目立つから、目立つっていうかなんだかんだでああいう選手をまだ超えるやつがいないっていう、まあ、ちょこちょこ出てきてんねんね。でもまあ、うん、確かに飛び抜けたやつはおらんかも。これも難しい質問かもしれないですけど、今後ね、こいつにちょっと楽しみにしてるってやつ言ったりしたら、ちょっといいですかね。浦和の子。ハーフの子ですかね。そうそうそう。おーい、俺と一緒じゃないですか、見る目。俺も気まぐちになれるじゃないですか。知らんわ。いやいやいや、だってね、西川をね、ベンチに下げたりとかしてるぐらいですからね。ちょっとね、動けるキーパーっていうふうには思いますよね、あれは。まあ動けるし、まあ、ハーフっていうのもあるから。ハーフ関係ないでしょ。え、いや何が関係、何が関係あるんですか。やっぱごついもん。それだったらまた別じゃないですか。まあそれはまあ横置いといて、まあでも、はあ、でも多分スケールはでかいんじゃん。幅やっぱちょっと違いますよね。あの守れる幅っていうか、あの体の幅よりもね、こうステップなんかスムーズにこなしてるような感じ。まあ奈良さんずっと見てきてそういう気にはなるんですけど、やっぱ足運び良さそうな感じ。奈良さんもやっぱそういうとこちょっと目いってるんですかね。目いくね。で、まあ、引退してもうどんぐらいですか。3年目やね。3年ですか。2年半ぐらいだった。で、今後は奈良さんどういう感じにこうサッカーに関わるっていうのが、まあこのコーチもそうだと思うんですけど、悪いですけど後輩としてね、このままじゃやっぱりね、ユースどころじゃっていうのが、これは正直僕はもう満足しませんし、いただけないっていうのがもう俺の本音だし、俺逆にね、クリーパーとしてこう監督であったりちょっと違ったところの奈良さんの活躍を見てみたいなっていうのがあるんですけど、奈良さんはまあ言える範囲でいいんで、どういう考え、言える範囲でいいですよ。そんなぶちゃけなくていいんですよ。それはもう僕ら酒飲んだ時ね、あのカメラ回ってないところぶっちゃけてくれないんですけど。え、どうですかね今後は。まあ
ゆくゆくはトゥーリオ監督をしっかり迎え入れるように体制を整えて頑張っていこうかなって思ってます。いやいや俺を困らさないでくださいよ。だからしっかりサッカー今見てライセンスはブラジルで買っといてもらって、あほら買うんですか、あのパン屋さんみたいに日本で肉屋さんに行ったの大変やから、ブラジルでバレるじゃないですか、そういうの言ったら本当に買ったんじゃないかっつって言ったらそこら辺の免許証みたいなブラジルによく買うんですけどライセンスと一緒じゃないですか、それじゃ怪しまれるじゃないですか、それ。Si é que a bebida ameniza paixão, amargura e desprezo, esse alguém sou eu vivendo sozinho por alguém que não vive mais do meu lado. Será?